妻とティルディズ・オルターンは第二次世界大戦後のハンガリーの有力な政治指導者。ソ連の後ろ盾で共産党が権力を奪取する以前に首相を呼び大統領を務めた。オーストリア・ハンガリー帝国のロションツで地方役場の公務員の家庭に生まれた。彼はパーパの改革派進学大学で進学の学位を取り、その後の1年間は北アイルランドの ベルファーストアセンブリーカレッジでの研究に費やした。1921年初めより、改革派協会の現役の牧師となり、ハンガリー改革派協会の日刊新聞、ケレージャ・タニーク・サラダ及び他の雑誌類を編集した。1929年、ナジフェレンツを含む著名なハンガリー政界人とともに、彼は、独立省農業者等に参加した。その後間もなく、彼は、 党幹部会の副議長となった。ティルデは1936年と1939年にハンガリー議会の議員に選出された。彼は第二次世界大戦においてハンガリー軍を撤退させるようホルティ政府に圧力をかけた。ナチスドイツ軍によりハンガリーが占領されるとティルデはその身を隠した。ソ連軍がドイツからハンガリーを解放した後ティルデは 小農業者等の党首となった。1945年9月にハンガリーの首相となり、ついで1946年2月にハンガリー共和国初代大統領に選出されて1948年7月30日まで務めたが、その娘婿が汚職と密通の容疑で逮捕されたという主張が持ち上がり、辞任させられた。ティルディは1956年5月1日まで、 ブダペストの自宅に軟禁された。1956年のハンガリー動乱において、ティルディは連立政権の国務大臣に任命されたが、ワルシャワ条約機構の干渉により革命運動が鎮圧されるとソ連軍により逮捕された。1958年6月15日、ナジームレとその仲間の裁判で、ティルディは 最高裁により、懲役6年の判決を言い渡されたが、高齢のため、1959年4月の個々人に対する恩赦により釈放された。ティルディは、その後、死ぬまで隠居して暮らした。ありがとうございます。